ください。夏草ってオリジナルの曲です。夏草っています。よろしくお願いします。寂しい。
ありがとうございました。自分の実体験に一見見えないしてた時の歌で、まあ、最初の別れた嫁さんのことです。ちょっとこれ落ちなんですよね。はい、じゃあ次の曲に行きます。ですね、最近、親が我が子を虐待する事件が後立ちません。今年1月24日千葉県野田市の小学4年生、栗原美亜ちゃん当時10歳の女の子が父親の虐待で亡くなりました。学校の先生に相談しても助けてもらえず、母親はただ見ているだけ。一人ぼっちの、美亜ちゃんがどれだけ悲しい思いをし、それは苦しかったかと、僕は彼女の気持ちを考えるとあまりにもかわいそうでかわいそうで、彼女の死を無駄にしたくなくてこの歌を書きました。それではお聴きください。ごめんなさいです。なんで私は叩かれるの、なんで私は寝るの、私が悪い子だからかな、私がダメな子だからかな、学校の帰り道つまずいてうつむいた、痛いよパパ止めて、ママ私
ありがとうございました。